お祭りの日に酒を飲んでダンスを楽しむ農民を表した16世紀フランドルの作品。1568年頃にピーテル・ブリューゲルが描いた農民の踊り。家の窓から三角形の赤い旗が垂れ、木の幹に聖母子の絵を掲げた縁日の様子。居酒屋の前のバターやパン、飲み物の容器を載せた机では、バグパイプの奏者にビールのジョッキを手にした男性が絡んでいます。老人が女性の手を引いてきた。その先では村の道で男女が踊り、左右で色が異なる衣服を着けた道化や、家の中から女性を引き出そうとする男、小さな子供に踊りを教える女性、口づけを交わす男女が奥へと向かうに従って、急激に小さく表される人物により表現される広い空間に躍動する農村の暮らしを描いた風俗画です。